ダナンはベトナム五大都市の一つで、中部では最大の都市です。今やダナンは中部地域と西部高地の工業、商業、金融、教育、科学技術、観光の中心地として機能しています。若々しくダイナミックな都市として、豊かな経済性に満ちたダナンは世界中からたくさんの人々を引きつけています。ダナンは陸海空路における南北物流ルートの交差地点であり、この国の大規模な需要供給、生産および消費マーケットへのアクセスが容易です。またダナンは近隣4カ国を結ぶ東西経済回廊の太平洋への東側の玄関です。東西経済回廊はダナン市の企業とメコン川周辺諸国との交流促進のため重要な役割を果たしています。またダナンはベトナム中部の世界遺産街道に位置しており、ユネスコが認証している8つの世界遺産のうち4カ所にちょっとのドライブでアクセスできます。ダナンは経済、投資、観光など多くの分野でベトナム中部で最も促進可能な物理的インフラを持っています。ダナン国際空港はベトナム三大空港の一つで、アジアの多くの国へ直行便が運航しています。ダナン港は近代的なコンテナ設備の整った中部の港湾で、ベトナム最大級の商業港です。ダナン市には総面積1000ヘクタール以上にも及ぶ6つの工業団地と2ヘクタールのソフトウェアパークが運営されています。さらに1100ヘクタール以上のダナンハイテクパークとダナン IT パークも建設中です。ダナンの政府は非常にその外国の企業の投資に対して好意的でかつ積極的な支援をしています。でベトナムの中部というのは昔から日本と非常に深い関わりがあって、そういったこともあって日系企業の進出に非常に協力的で、とても投資環境がいいというふうに思っています。ベトナム中部の教育および訓練の中心地として、ダナンは人口の半分以上にも及ぶ労働力に多様なトレーニングサービスを提供しています。毎年大学、短大、専門学校、職業訓練学校から4万人以上の卒業生を輩出しております。新しい産業が市場に参入すると業界は変化し、ベトナムおよび ASEAN 諸国全体のようにホスピタリティと観光産業が急速に成長します。そしてホスピタリティと観光はさまざまな分野での強力な英語能力と異文化理解のスキルを必要とします。過去数年間でダナンはベトナムへの投資のための最高の地域の一つとして、連続的に企業のコミュニティによって選出されています。ダナンのワンストックサービスは企業や投資家が容易に行動できるよう整備されています。市行政府は投資家の信頼できる長期的なパートナーであることを約束します。我々は常に当地政府からのサポートを受けています。
ここには透明性があり、迅速で効率的な意思決定システムがあることを知っています。我々はいつも心強く感じています。そしてダナン地区には素晴らしい人材がたくさんおります。労働者として人々は熱心で才気にあふれ、よく教育されています。ダナンの70キロにも及ぶ美しい海岸線は、年間のほとんどを太陽の光に恵まれています。ダナンビーチはフォーブス誌の世界で最も魅力的なビーチの一つとして認定されました。ダナンは近くの有名な観光地や伝統的な祭りや自然の美しさによる観光客の目的地としてだけでなく、さまざまな産業界のリーダーによる不動産開発やリゾートプロジェクトの成功も生み出しています。ダナンはベトナムで最も理想的な生活環境が整っていると知られています。町の人々は寡黙で質素ですが、何事にも習得には熱心で、真面目でおもてなしの心を持っています。ダナンでの生活はあなたの心を自然に近づけ、平和な安らぎをもたらします。外国人の多くはダナンを第二のふるさとのように考えています。2050年までにダナンは持続可能な環境に配慮した開発をし、近代的な大都市を目指します。強い決意と一貫性により、ダナンはダイナミックな都市として、また中部地域と西部高地の社会経済的ハブの役割を担います。ダナン、美しいハンガー沿いの都市は、リラックスして生活する理想的な場所としてだけでなく、ベトナムでの成功のための投資家の目的地でもあります。